YAMATOME KONSERI NE HOSHIKE EDENİZ KOTO SANATÇISI ATSUKO SUETOMI İstanbul Koto Topluluğu ve VADAYKO SANATÇISI Emiko Karayılmaz KONSERI BAŞLAMIŞ BULUNUYOR SENBON ZAKURA KOTO TO VADAYKO DE NO ENSO KAKKOI DESU NE TORUKO DE MO KONO YOUNA WAGAKKI NO NAMA ENSO GA KIKERU KOTO WA NANTE ZETAKU DESU NE JITSU WA SENBON ZAKURA TORUKO DE MO POPULAR NA KYAKU NAN DESU YO華やかなオープニングの次は、ことアーティスト、末富敦子のソロ演奏をお聴きいただきましょう。末富敦子の恩師、巨匠、子、沢井忠夫作曲、現代こと曲の名曲、鳥のようにより、一楽章をお聴きいただきます。それでは、末富敦子演奏、鳥のようにお聴きください。Thank you.
メロディーで惚れ惚れしました。ここイスタンブールでは、空を見上げるといつもカモメたちが飛んでいる姿を見ることができますが、どこの国でも鳥たちは優雅に美しく、そしてたくましく、そう感じる一曲でした。続きましては、コトアンサンブルの曲2曲を続けてお聴きいただきます。1曲目は、高、沢井忠夫作曲。2曲目は、おこと、作曲、沢井忠夫のご子息、沢井光です。日本でも海外でも、琴を弾いている方々に人気のあるこの2曲は、イスタンブール琴ソサイティのレパートリーでもあります。それではどうぞ。
お送りしております。オンラインコンサートもいよいよ最後となりました。トルコで唯一のプロ和太鼓奏者、カラユルマズ・エミコは、ドイツの和太鼓グループ、マサ太鼓のメンバーとして活動しております。また、トルコで、コトアーティスト、スエトミ・アツコと出会い、新たなコラボレーション活動をしながら、イスタンブールで和太鼓レッスンも始まりました。日本フェスト・アラジロイラ、オンライン・コンセリチン、ヤマトメグループ、シズデリチン・チョク・チャルシトラル。ヨネミズデキル、Türkiye'de sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız. O zaman son olarak bu şarkıyı hep beraber dinleyelim.